映画「ネムルバカ」2025年春公開より、平祐奈演じる主人公の一人クジライルカがギターボーカルを務めるバンドヒートモスのメンバーを湯間明からザ・ダダダディーズ長谷川大高尾幸が演じていることが発表された。同映画は漫画家石黒清数氏による青春漫画が原作。久保しおり、乃木坂46と平のダブル主演で、ぬるま湯に頭まで浸かったような、でも当人にはそれなりに切実だったりもする、大学生という不思議なひとときを過ごす若者たちを描いた物語。